TOKIO の木島茂、52、が22日、テレビ朝日系、週刊ニュースリーダー、土曜前6、0、に出演。東海道新幹線の車内チャイムが TOKIO の、アンビシャスジャパンからウーアの、会いに行こう、に21日から変更になったことについて語った。木島は20年間起用されたことに、そんなにね、愛されてきたというのは嬉しいところはありますね、と感謝。スタジオで、アンビシャスジャパンが流れると、このイメージありますね、と笑顔を見せた。同局は2003年、東海道新幹線の品川駅開業に合わせて作られたもので、木島は、もともと裏話をしますと中西玲さん作詞、堤恭平さん作曲なんですけど、言葉が先行なんですよ。中西さんの言葉ができてから堤さんの曲ができたんで、なかなか今の時代にないパターン、と説明した、会いに行こう、については、いいですね。新たな歌で新たな旅が始まる、と感想、本当に親しんでいただいて本当にありがとうございました、と感謝を込めた。